皆さんこんにちは、サクヤです。今回は、ステータス調整がされたですねエクセリア遊んでいきたいと思います。スキル1で、ラピセルを召喚すると、防御 300% アップっていうのがありますので、4倍になります。でスキル2で、防御が4000まであると、まあ、最大でね、ダメージがアップするようになってますので、まあステータスでね1000あるようにしておけば大丈夫です。こんな感じでね石板とかつけてあげるとかなり使いやすくなるんじゃないかなと思います。でね属性に関しては正直かなり期待できないですね。低いので結構辛いので、まあ、物理が通るところで使うといいかと思います。ではまずアンダーグラウンド遊んでいきましょう。ツボがあるからラピセル弱いんだけどね。一応防御弱いね。繊維ちょっとあったんでね、これ大丈夫。危ない。
大体こんな感じでしょうか。まあ属性値があんま高くないのでね、まあ、照り焼きとかちょっと厳しいかなっていう感じですね。まあ、属性モンスター以外であればサクサク倒せるかと思います。こんな感じで、まあね、調整された、双剣のエクセレでした。よかったらぜひコメント、評価、チャンネル登録お願いします。では。